ついにジブリ美術館の中央ホールにアーヤの人形劇のセットが立ち上がりました。今日は久しぶりに五郎さんも練習に参加、本番に向けた最終チェックをしました。ここまで出ちゃうと顔に影が前から出てる。意外にあるじゃん、いろんな。三鷹の森ジブリ美術館人形劇アーヤとマロ、始まり始まり。トーマスがあのお尻しか動いてない。あ、前を。うん、そのこっちこうやって動くときにこっちは止まってて、不潔だけ動いてる。あなたのトーマスは。もうちょっと自己主張しないよ。事務的に出てきてさ、事務的にこう追いかけてさ、でまた事務的に怒って終わる。大きいがマンドレックなメラが入ってきて、まあまあ、なんだい騒がしいね。で、一体どうしたって言うんだい。だから一体どうしたんだいって言い終わるまでは近寄っちゃダメ。騒がしいねって一体どうしたって言うんだい。これはいや自然といやーってなりそう。リアルなやつでそう。動くときもみんなこういうふうにこうやってやってるけど、大きな動きってのはもう回すようにする。そうするとこうゴーさん、すいません、今日の練習の総括をいただいてもいいですか。総括、はい、ここから上げるのが難しい。ここからもっと良くするかって思うと、やっぱりもっと細かい芝居とか、いじった手術とか、それこそ何の人形型どっち向いてるのかっていう、こう細かいところを技術上げていかないと、こういうのが上まで行くみたいなのが、あとは練習と、お客さんを前にしての場数をどれぐらい踏むかということじゃないでしょうか。